一応、流れ的にはこういう感じで勉強会をやってまして、で、だいたい今40分が本編で、20分が質疑応答みたいな感じと、あと、まあ、軽く、まあ、さっきの方ももし来たら、まあ、また来てくれたら、まあ、ちょっと自己紹介とかもして、ちょっと若干軽く、情報交換とかした、できたらいいなというので、今やってるんですけど、はい。ちょっと途中で終わってしまってるんで、あれなんですけど、はい、もし、あれでしたら、これ、続きをまた次回やる方向でもいいですか？あ、はい、大丈夫です。大丈夫ですよ。アクセス勉強会について。先ほどの岩さんが、登録できてなかったんで一緒にやろうとしたんですけど、途中で落ちちゃって、まあ、結構中途半端な状態じゃないですか、今。はい、はい。本来やろうとしてたことが全然進んでない状態なんで、はい。ちょっと、一回で無理そうなんで、ちょっと、場合によっては何回か小分けしてやろうかなっていう感じなんですけど。はい。それでもよろしいですか？はい、大丈夫です。大丈夫です。で、はい、今日のところでご不明な点とか、なんか質問とかあります？は、今のところ大丈夫です。またこれ大丈夫ですか？はい。あ、なるほど。じゃあちょっと待ってください。とりあえず、一応、伊庭さんにもお伝えはしてたんですけど。はい。入ってこないですね。入ってこないですね。ですね、ちょっと待って、それでしたら。ちなみにですけど、部活の方はどうですかね？情報とか上げていますか？まだですね。ちょっと今日上げようかなって、第1回目を上げようかなって思ってます。あ、思ってます。はい。あ、まあ、少しずつでもいいんで、週1回、最低週1回は更新するようにしてくださいね。はい。はい。ぐらいですかね。で、とりあえず、伊庭さんが2回目の、はい、2回目がなんか来ない感じなんですけど、はい、次回の日程ですね、はい、アクセス勉強会の次回の日程の案内をしたいんですけど、はい、ちょっと待ってください。大体いつも土日でやってるんですよ。はい。勉強会って、はい。なんですけど、例えば、ちょっと待って。最後に日程の調整といいますか、日程だけ確認したいんですけど。はい。すみません。ちょっと次回続きやりますんで、ちょっと途中までで、画面のちょっとした説明とかもできてないんで。はい。はい。ちょっと待ってください。そうですね。1日土曜日、次回来週の1日土曜日に続きをやろうと思うんですけど、はい。1日土曜日、だったとしたら、はい。何時ぐらいが空いてますかね？まあもうフリーなんで大丈夫。何時でも大丈夫です。何時でも合わせてもらえますか？はい、合わせます。合わせます。あ、それでしたら、はい、ちょっと待ってよ。これが、まあ、今日みたいにちょっとなんか直前、まあ、手前ぐらいでもちょっと時間の変更とかってなったらそれも問題ないですよ、別に。あ、全然大丈夫です。全然大丈夫です。はい。とりあえず仮で言いときましょう、それだったら。はい。じゃあですね、1日土曜日の、ちょっと待ってください、24日が、今日、
そう、人選でしょうか。じゃあ、次回の勉強会なんですけど、はい。1日土曜日の、はい。13時からで、ちょっと続きっていうことでもいいですか？はい、大丈夫です。はい。今日、やっていこうかなと思いますけど、ちょっと、無理そう、今日だけでは無理そうなんで。じゃあ、1日土曜日の、13時からで、一応じゃあ、この、今日の続きですね。はい。今日の続きやっていきます。途中までだったんですけど。ちなみにですけど、Google Search Console はもう設定できてるんですよね。設定って言ったら、なんか、あれですよね。X サーバーの方に、ファイルマネージャーの方にはまだ入れてないって感じですね。あ、そうなんです。一回ちょっと画面の共有一旦していただいて、どんな感じかだけ見ていいですか？サーチコンソール。ログイン、サーチコンソールで、開始というか測定開始みたいなのをやったんですよね。サーチは全然使ってないですね。ちょっと。あ、まだやってない感じですか？そうですね。多分、できてないと思います、ね。あ、できてない感じですか。あ、すいません。伊庭さんが来ました、ね。あ、もしもし、あ、接続です。あ、もしもし。はい。はい。ですね、ちょっと40分で切れちゃって、今、ちょっと続きやってるんですけど、一応、大体まあ、勉強会が大体40分ぐらいで、で、残り20分ぐらいで質疑応答とかをちょっとしたりしまして、で、あとまあ、情報交換とかもしたりしてるんですよ。こういう最後の終わった時に。で、はい、ちょっとまあ今日ですね、ちょっと中途半端に終わってしまったんで、ちょっとまた次回もちょっと続きをしたいんですけど、はい。次回また続きしてもよろしいですか？あ、お願いします。はい。その登録する、いえ、とんでもないです。全然、全然気にしなくていいんですけど、一応次回が1日土曜日の、13時からっていうことで大丈夫ですか？はい。いけます？日程の方。大丈夫です。あ、大丈夫です。はい。で、一応、最後にちょっとせっかくなんで、まあ、この場を設けまして、お二人せっかくなんで、ちょっと軽く自己紹介していただいて、はい。はい。まあ、ちょっと軽く自己紹介していただいて、まあ、IT 関係で、まあ、どんな感じでマネタイズとか、まあ、どんなことしたいかっていうのを軽くちょっと教えていただいていいですか？はい。はい。今まで、情報商材と言われる、はい。もの、高額のものを3つ経験してまして、まあ、その前に年齢が58です。ああ、そうなんですよ。もういい年したおじさんで、はい。まあ、サラリーマンやりながら、はい、情報商材 3つ、まあ、30万とか50万とかですね、はい。10万と、はい。1つ、それぞれやってきて、それ、1つはスマートフォンの、集客するっていうような、はい。情報商材。で、もう一つは、はい。せどりですね。ああ、なるほど。最後、もう一つは、与沢翼の、はい。関連の、はい、セミナーばっかりを受けられる、10万円の、なんか、まあ、無料チケットみたいな、そういうのを3つ。はい、今まで経験しました。ああ、そうですね。それぞれですね。はい。まあ、大まかに言うと、中途半端に終わってしまって、はい、結局、大した実績残せず、はい、終わってしまってるっていう状態で、今に至ってる感じです。ああ。これからはどんなことをしてマネタイズしていきたいとお考えですか？まだ具体的に、まあ、まだ見えてない感じ。あ、それでしたら、いろいろやれることありますんで、まあ、勉強会とかも定期的に出ていただければ、はい、で、その、このグループは、あれですよね、はい、なんでしたっけ、なんか、精神的な、はい、マイナス面というか、はい、もう、特徴に、生かして、はい、いい方に生かしていこうっていうような
はい、こ高次の機能障害でしたっけ、発達障害です。発達障害。発達障害。そこら辺に非常に興味を持っていまして。ああ、そうなんですね。私ももし、高次の機能障害とはまた別ですか、そちらは。発達障害。僕は高機能自閉、僕はまあ30代で診断を受けたんですけど、高機能自閉症と ADHD です。そうですか。はい、まあ、私もなんかあるかもしれないんで、はい、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回、メグさんには大変め、メグさんにも大変迷惑かけてすいませんでした。あ、大丈夫です。はい、じゃあ、もしよければ、これからもよろしくお願いします。はい、これからも一緒に頑張っていきましょう。じゃあ、次、メグさん、自己紹介お願いします、軽く。はい、吉明さんと出会ったのメンターというサービスで、ちょっとウェブデザイナーに向けてちょっと勉強中で、そこで吉明さんに出会って、今コンサル受けてるって感じで、ちょっとこれから空手のオンライン教室の先生してまして、これからちょっとコロナ禍もあって、道場で集まって練習ができないっていうのもありまして、オンライン上で何かできたらいいなと思って、自分の経験生かして空手の先生やってます。で今後はやっぱり全国に生徒を持ちたいなと思って、これからマネタイズを考えています。以上になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということですね。とりあえず、じゃあ、伊庭さんの方は、次回までにその人道でのアカウントの ID とパスワードだけちょっと調べておいていただいてですね。はい。はい。で、次回、続きしますんで、設定の方。ええ。はい。で、もう一度。はい。日にちが12日あ、5月1日です。あ、5月1日の、土曜日。時間は13時からです。13時から。はい、わかりました。はい。問題ないですよね。まあ、もう今日中に、まあ、勉強会のやつ、また続きっていうことで立ち上げておきますんで。はい。大丈夫ですね、時間は。準備ちゃんとしておきます。はい。アカウントとか、登録とかそんなに時間かからないんで、ちゃんと入れたら。よろしくお願いします。はい。じゃあそれでやっていきますんで、はいはい、ズームも慣れておきます。はい、ズームも慣れていきましょう。はい、でまた次回もちょっと情報交換とか、まあもうちょっとね、次回はもうちょっとこう皆さんちょっとこうお話細かいところも聞けたらなっていうところで考えてますんで、はいはい、ということですね。一応まあちょっとこの後も仕事がありますんで、ちょっと今日のところはこの辺にしまして、はいはい。じゃあ次回も5月1日土曜日の、13時からで、アクセスこの解析の勉強会の続きをやりますんで。はい。はい。じゃあそんな感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日はお時間いただきありがとうございました。すいませんでした。いえ、とんでもないです。これからよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。また解説いたしますんで。はい。はい。じゃあ、今日のところは失礼いたします。失礼します。はい。失礼します。